スノーマン、今夜、エムステで最新アルバムから2曲披露目黒蓮、柔らかい雰囲気の9人に注目して。人気グループスノーマンが、19日に放送されるテレビ朝日系音楽番組、ミュージックステーション2時間スペシャル、5 8時に出演する。最新アルバムから、合言葉、スロー、点々の2曲をパフォーマンスする。 同曲は、スノーマンならではのグルーヴ感のあるダンス曲と温かいメッセージソングで、スノーマンの2つの魅力を楽しむことができる。メグロレンは、合言葉はたくさんの人の日常に広がっていく楽曲になればいいなと思っています。岩本が振り付けした、誰もができるような温かい振り付けと、柔らかい雰囲気の休人に注目してほしいです、と見どころを紹介。 そして渡辺翔太も歌詞もここをこうしてほしいなど細かい部分もメンバーで相談しましたと楽曲制作の秘話を明かした。その他、キングプリンスが5人体制最後のエムステ出演でデビュー曲シンデレラガールと新曲ビューティフルフラワーを披露する。